エリオが見る未来に間違いはないわ。さっきの爆発は何かしら？あれも彼の脚本に含まれているの？うん。システム時間23時44分59秒。爆発による衝撃波でメイン制御システムの大部分がダウンと書いてある。君がやったの？反物質レギオンがやった。奴らはシステムにおける2時間前に宇宙ステーションに侵入した。私たちはレギオンと交戦するかしら？わからない。エリオは何も言ってない。重要なことではないみたい。了解。じゃあここからの行動は私が引き継ぐわ。了解。今度こそ私を楽しませてくれる？ここまでの行動は本当に退屈だった。ごめんね。今日の任務はすごく退屈なの。ただ目標を入れるだけだ。でも楽しみを見出したいのなら邪魔はしないわ。だってエリオの脚本にないものをどうだっていいもの。呼吸するその感覚覚えておいて。タイミングが悪かったようね。レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。安心して、週末中も一匹来てるから。呼吸するその感覚覚えておいて。素晴らしい時はやがて過ぎ、お別れの時間よ。始末は私の仕事じゃない。そうでしょ、カフカ。もういいじゃない。で、さっきのはどこにやったの？銀狼。座標は適当に決めた。こだわりはない。全然気にしてないわ。ただ何回見ても現実データを修正しているだけ。言及する価値はない。さっきから何を見てるの？そんなに面白いのかしら。
ヘルタのおもちゃ、宇宙ステーションに収集してある器物のリスト、興味深いものがたくさんある。例えば？この銃は照準に入った生物に0から100まで点数をつけることができる。それのどこが興味深いのよ。自分の点数が気にならない？私はかなり知りたい。そう、じゃあ道中見つけたら試してみましょう。目標地点はどこかしら？左の扉の奥の通路を進むと何らかの器物が置かれて。正確はそこにあるの？それが性格がどこにあるか教えてくる。この先は宇宙ステーションの中心エリアだ。半物質レギオンのボイドレンジャーがたくさんいるはず。そう。タイミングが悪かったよね。バトル体験を改善しないと。このスピードで？